はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は大戦力鋼鉄の旋風日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はマレー電撃戦ということでシンガポールまで攻略頑張りました。今回その続きになります。シンガポール攻略戦は全3回にわたる大激戦の末というところだったんですけども、無事に大勝利という形取れましたので、この先の戦いも楽しみにしていきたいというふうに思っています。では早速内容を確認していきましょう。戦闘機の数がやっぱりこの戦いでは特に重要だというのが、ここまでのプレイの中で分かってきたので、航空戦力の充実、これをね測っていきたいと思います。本作戦は東南アジア諸島の制圧による南方資源の確保にあるということですね。まあ、このあたりはね、油田もあれば、まあ、ゴム、アルミなんかも取れるということで、まあ、重要な拠点になっているというところです。スマトラ島周辺に展開する米英欧ラン号、これらの連合艦隊を迎撃、撃破せよという内容です。では、各情報を確認していきます。まず、帝国軍側ですけども、48軍が参戦というところですかね。オランダ、そしてアメリカが展開している、この地域を制圧するという内容になっています。続いて勝利条件です。20ターン以内に、敵の司令部2つですね。アメリカとオランダ。これを撃破すれば大勝利ということになっています。ではまずマップですね、確認していきましょう。帝国軍の基地がここにあります。で、48軍の基地、まあ、あの味方となる部隊ですね、それがここですね。もうすでに大部隊展開してますね。で、戦力は一式立砲なんかを持っているので、まあ、帝国軍とまあ何ら変わりはないというところですかね。まあ、さらにはやぶさ、この辺りも展開済みというところになっています。かなり部隊数は揃ってるのかなという印象はありますね。では敵の拠点なんですけども、まあ、帝国軍の拠点から南に下がっていくと、ここにオランダの拠点があります。そこからマップ右側進んでいくとアメリカの拠点というところですね。なので、まあ、我々はまあ南下してですね、まずはオランダのこの敵基地制圧を行っていきたいと思います。このマップに展開されている、最初から展開されている部隊ですね、それがですね、巡洋艦が全部で4、そのうち巡洋艦が4、軽巡が2ですね、合計6という配置になっています。なのでまずはですね、前回の戦いの中で、生産しておいた軽空母2隻あると思うので、これ早々に配置しちゃいましょう。まあ、洋上でしっかり補給を行いたいという意図もあります。さらに航空戦力ですね、配置していきます。まあ、敵のどうでしょう、艦隊戦力出てくると思いますので、まあ、優先的に艦港から下ろしていこうかなというふうに思います。あと港で生産ですね、輸送船を生産しておきます。輸送船がないとなかなかスマトラ島に上陸できないということになってしまいそうなので、輸送船をここで、まあ、2個3個と用意しておいてですね、占領に使っていこうというふうに思っています。すでに48軍の航空隊がアメリカ軍、そして、オランダ軍と交戦状態に入ってますね。ここはですね、この戦いには介入せずに、我々はあくまでもオランダ軍の撃破を優先していきましょう。では、まあ、ちょっと恐る恐るになりますけども部隊進出させていきます。できればね、敵の航空戦力、あるいは艦隊戦力というのがどのあたりに展開しているかっていうのはね、把握をしておきたいかなというふうに思いますので、航空隊を優先して進出させていこうと思います。あんまり敵のね、そのいわゆる戦艦とか従順とか
大きめの艦隊戦力が出ていない様子であれば、この後優先的に配置するのは冷戦とかに変えていってですね、敵基地の制圧をまず行ってオランダを脱落させるっていうね、そういう作戦に変換していきたいなという意図も出てくるところにはなりますので、しっかり策敵ですね、敵の展開の様子なんかも確認をして進めていきましょう。では輸送船に部隊を乗せていきます。輸送船のスペックは初めて使うので確認しておきましょう。搭載は4ですね。つまり4ユニット搭載できるということだと思います。ここで搭載をして先に進んでいきます。輸送船はどうだろう、もう 1,2 隻やっぱり必要そうですね。輸送船生産します。ただ結構お金をやっぱり食いますね。さてここまで進めてきているこの鋼鉄の旋風なんですけども、ゲームバランスはね結構面白い、まあ絶妙なバランスになってるのかなと思うんですけど、まあ、例えば歩兵を作るのと、空母を作るのが同じ一ターンで作れてしまうっていうところがあってですね、まあもちろんコストは違います、まあ全然違うですけども、期間っていう意味で言うと同じ一ターンで作れるっていうのがあるので、まあこのあたりを良しとするのか、それともちょっとまあ現実離れしてるよねって考えるかっていうのはあると思うんですけども、まあ、ゲームを進めていく中ではですね、まあ、少なくても敵ではなくて自分が操作する自軍に関しては、コストが結構厳しくなっているので、じゃあ空母や戦艦、お金のかかるユニットを大量に生産できるかというと、そういうわけではないので、そのコスト管理っていうところで、もしかしたらここはですね、単数の、まあ、うやむやなところを、うまくバランス取ってるのかなっていう感じはここまでプレイしてて感じてますね。さあ敵部隊ですね、航空隊出てきましたね。敵まあ序盤ということもあって艦隊戦力が発見できなかったので、まあ主に艦攻艦爆を前線に出してたんですけども、ここでどうやら敵も航空戦力出してきましたね。ハボック、ちょっとあんまり勉強不足で知らないユニットですが、陸上の攻撃機ですね。アメリカのハボック。あと出ている戦力ですね。ボッカー出てますね。これオランダ、戦闘機になってます。これも確認しておきましょう。こんな感じですね。まあ、このあたりは、艦爆、艦攻ではない、いわゆる艦載機ではないものになっているようなので、性能は高いかもしれませんが、現状こちらが戦線に投入している冷戦とかでハヤブサであれば十分に撃墜できる相手だと思いますので、確実に戦闘機部隊を出して撃破して安全を確保した上でですね、艦攻艦爆これを進出させていきましょう。なのでまあもう今更ですけど、一旦目で出すのはやっぱり艦爆艦攻ではなくて戦闘機だったんですね。まあ、やり直しするつもりはないので、まあ、このまま進めていくんですけども、そこは大きな反省点なのかなというふうには思いますね。こんだけ航空機同士の殴り合いになるんだったら、やっぱり欲しくなってくるのは空母ですよね。前回のシンガポールの攻略戦で投入した軽空母、これしか今戦力としては持っていない状態なので、まあ、いかにもちょっと寂しいなっていうところはあるんですよね。観光部隊に関してはこの後敵の、まあ、アメリカ軍のあるいはオランダ軍の艦隊に魚雷攻撃ぶつけていってもらいましょう。これは第48軍の支援にもなりますからね、しっかり攻撃を当てて敵の戦力を削っていきます。艦爆も同じですね、攻撃していきます。まあ、250キロの爆弾なので従順なんかはやっぱり沈めるのは難しいのかなと思いますが、48軍の支援という名目になります。
ケージュンなんかは対空防御も持ってるはずなんですけどね、ちょっとここでは敵に攻撃を与えることができなそうですね。ここは魚雷攻撃を行っていきます。敵の従順ですね、アメリカ軍の従順、これを撃沈していきます。同じ要領で炭鉱艦爆なしていきましょう。一部の部隊はもう艦爆発進させてですね、敵の陸上部隊の掃討戦に移っていきます。ユニットは今展開できるものは全部展開済みという状態になりましたので、もうこれ以上ユニット数を、すごく増やして戦うということはできなくなりますので、今いる戦力をうまく使って効率よく敵を撃破していくっていうのがね、必要になってくると思います。で、まあ、観光に関してはもう出したものは敵の艦隊をね、叩く、潰すということでいいと思うんですけども、艦爆に関してはですね、敵の艦隊ではなくて、敵の陸上部隊の攻撃に当たってもらおうと思います。で、従順、軽順合わせて巡洋艦6隻、今回、マップに、まあ、もうデフォルトで投入されている、用意されているっていう状態だったんですけども、これはですね、まあ、おそらくなんですけども、もう、敵の艦隊を叩く以外に使い道がないのかなと思いますので、まあ、いっそアメリカ軍がいる、敵がいる方向にですね、もう、送っていっちゃいましょう。で、魚雷で、敵の従順、オランダ軍になりますが、これ、仕留めてみていきます。こんな感じの要領ですね。さらに、接岸して、攻撃戦も行っていきます。あんまり削られてね、こういうところで、すごく戦力を消耗するというのは、まあ、したくはないことにはなりますので、できるだけ敵、一方的に攻撃できるようなところを用意してですね、攻撃を加えていきましょう。で、従順ここにつけると砲撃で敵の中央司令部まで攻撃届きますね。従順つけてここから一気に砲撃戦展開するっていうのもありですね。頭に入れておきましょう、これは。それではちょっと従順から艦砲射撃で敵の、オランダ軍の基地中央司令部にどれくらい攻撃が当たるのか見てみたいので確認してみます。全く当たらないな。これは1ミリも当たらないパターンなのかな。だとするとちょっともったいないですよね。2度3度と試す価値もなさそうかなと思いますので、航空戦力を送って倒すという従来の作戦通りでいきましょうか。基地司令部に対して冷戦で攻撃してみます。1か、1はちょっとしんどいな。数字的にはやっぱ艦爆が欲しいところですよね。艦爆がいてくれるとね、きっとだいぶ違うのかなと思うんですけどね。なかなか簡単にね、敵撃破、そういうわけにはいかなそうですね。次のターンでなんとかどうにかっていうところでしょうか。では部隊上陸させることができましたので、上陸した部隊でですね、周辺については制圧をしてお金を回収して回りたいと思います。ここでいかにお金をちゃんと回収できるかというのはね、すごく大きなポイントになってきますので、多少面倒だと思ってもですね、ちゃんと行っていきます。さあ、敵の基地中央司令部ですね、ここをなんとか落とせそうですね。先に落としちゃいましょうか。はい。
これでオランダ軍を一気に壊滅させることができました。経験値や訓練値が、まあ、回収できなかったっていうのはちょっと痛いかもしれないんですけども、まあ、ここは先に敵の基地中央司令部を撃破するというのを、ね、優先しています。この後周辺の、ね、制圧を、まあ、まんべんなくしっかり行っていきたいと思います。アメリカ軍がまだ残っているので、そのアメリカ軍で、ね、しっかり撃破して経験値はそこで補填していきたいと思います。はい、ではオランダ軍の拠点制圧しましたので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、この部隊を、マップの右側東側に向かわせて、アメリカ軍の拠点これも撃破していきましょう。まあ陸軍はあんまり当てにならないというか、まあ、歩兵部隊、陸上部隊はあまり当てにならないところあると思いますので、まあ、歩兵部隊に関しては、占領、まあ、特に、空港、これの占領を優先して、航空隊による攻撃で敵基地破壊というのを狙っていきたいと思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。